陸羽曳野から約800メートルありますからね。久米孝子の墓、深穴古墳でございます。車が止めれんのですね、ここから歩きますから。東に進みます。10分ぐらいでいいかな、上り坂やからね。もう今日も 3,4 時間歩いたんでね、もうヘトヘトよ。これ峰塚古墳でございます。峰塚公園でございます。もう脇をずっと歩いて、スマホのナビがなかなかね言うこと聞いてくれへんのでね、間違いだらけでね、今日も大変でしたけど。峰塚古墳きれいに買ってあります。これさね、さボーボーでしたけど、あれあんな初めて見た、なんでこうきれいに買ってあるの。昔は中入れたよ、なんだかね。今入れない。さあ行きましょうか。ちょっと早めに行かないとね、暗くなるんですよ。もう五条回るとね、本当に暗くなるんでね。もういつも車で走っとるけど、これこんな坂やったんかいね。すごい坂やね。車で上がるときこんなふうに相当上がるんでね。ほら、こんな坂やった。これがちょっとね、びっくりやわ。まあ坂ではあるというのは分かってない。こんな坂とはね。東に進みます。はいはい。東に進み、おかしいこと言うね。変なこと言ってますけど、ポジション全然違うとこ差してありますからね、ダメですよ、この人は。西に進みます。はいはい、これで今度合ってるやろ。今度合ってますね。あ、行かしてくれるな。およそ200メートル先、左方向です。はいはい、この間違いだかんよ。よく間違うから、あんた分かりませんね。ほら、ずいぶん坂でございます、これは。帰りは楽やけどね。なるほどね。どこじゃおうか、セブンイレブンか。ってやろうな。およそ50メートル先、左方向です。はいはい、90メーター、50メーター、90メーターやろ。いけるか、いいわ。おお、あんなところに手前にビルが建ってたんでね、全容が全然わからなかった、今までね。なんか大きそうだね。やっぱり10分ぐらいかかりますね、下からね。800メートルぐらいやけど、これ全容が見えるの初めてやね。こう横にね、ビルが建てたんでね、これは見えるの初めて見たね。こんな大きかったの。新しい三つさんの中入られんかな、あれ。イヤホンがあるんですけど、ちょっと消えるけどね。入りませんか、言うてね。宗教法人は大概ね、OK 出るんだけどね。あら、大きいわ、これ。ちょっとびっくりしましたね、こんな大きいっていうのは。わざというか、新しい三
なんかいっぱい車止まっとるけどよ。ここにビルが建ってたんですよね、5階建てぐらいの。なくなってるね。こんな大きい古墳があったとは。深川の古墳、久米孔子の墓ですけどね。ちょっとそこに主衛さんいらっしゃるからね、すまへんな、これ見たいんやけど。ちょっと行って断りしとこうか。すまへん、ここ撮りたいんやけど、これいいですか。厳しいこと言われましたわ。ここはないの、ここは。ここはええんかい。こんなね、全容が見れるとまあ珍しいんやけどね。もともとここビルが建ってましたからね。え、ここではそこから財団法人ですよ、新しい三つさん。はい、残念でございましたね。中はそこまで行ったんだけどね。赤いのあるね。外から撮ってますよね。ずれないやつ。あ、ほんまや、出れないんだよ。そのぐらいやな。ここがちらっと見えたんだよね、前ね。横の道からね、ちらちらっと見えたんやけどね。こんな大きい古墳があったとかね、知りませんでしたね。ちらっとして見えんからね。ああ、あの鳥居も見えなかったな。これ塚原古墳でございます。ああ、陽明殿だよね、見立てじゃなくて。陽明殿の第四皇子、どこか亡くなりはったのこの人ね。どこだったっけ。なんか九州で亡くなりはったみたいだけどね。聖徳太子のお父さんなのかな。もうだいぶ暗くなったけどね。見ますね。はい、失礼します。この曲はね、あの査定許可取ってますんでね、撮影は構わないということで、中には入ったらいかんということね。宮内庁管轄やからね。はあ、陽明天皇か。もうやっぱりマウンド作ってあるんだよな、これ。ここでずっと入れんのかな。入れへんのかな。ここ入られへんな。もうちょっと暗いんでね。あら、やっぱ大きいですよ、これは。この墓ね、天皇の墓に12度ぐらいの大きさがあるんでね。宮内庁管轄って言ってたね。この広さやね、大きいね。
ずいぶんね、山もね、高いですわ。下からどうやら5、6メートルもっとあるかもしれない、これ。こんな高さでもね、木々がね。おお、ここ、この辺りだ。こうしなんだな、これ。瓦屋根になってね、塀ができてますよね。あ、これか。この階段がよくね、目にするんやけど、あの画像でね、この階段やね、これ。大きかったね、思ったよね。約10分ほど歩いてきたけど、くたくたになる。なるほど、歩いてたけどね。そういうことよかった。宮内庁だよね、間違いないね。これもそこの新しさんの土地かね。天皇の墓に匹敵するやん、これ。